土の場研究室へようこそ。ようこそ。はい、というわけで今日は全何回やったか分かりません、忘れましたが缶ハイボールのお時間でございます。イエーイ。はい、本日はこちらです。ドゥーン。はい、これと、こちら、ね、はい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 。そして電源ね。電源、電源。はい、そしてカノーか。はい、この4本を味見ていきます。全部焼酎でございます。うん、はい、まあ、どんな味わいなのかちょっと楽しみにします。はい、というわけでじゃあ今日も行ってみよう。さあ、まあ度数的に言うと7パ7パ8、12なんですよ。だからこっちから行くといいかな。そうですね。うん。12。12ってのはすごいですよね。なかなか、うん。気合が入ってますね。気合入ってます。まずは、こちら。カノカ、焼酎ハイボール。麦でございます。はい。はい。麦だから、いける？僕いける。いける？うん。よっしゃ、こうなっちゃう。めっちゃ入りますからね、そのグラス。はい、あざーす。はい、やってまいりました。本日もコリンズたっぷりと。では香りから。お、え焼酎ですね。あー、くせえな。あ、そう、うん、ダメだね。やっぱりこの満タンなのとこの空間があるのとだいぶ香りが違うっすよね。三ツ矢サイダーみたいな香りしてる。かなり癖、焼酎の癖。あ、そう、うん、が強いですね。三ツ矢サイダーですよ。俺三ツ矢サイダー注いだんかなと思ってるぐらい。三ツ矢サイダー。あー、ほんとだ。あー、癖出てるね。面白いね。面白いですね、うん、いただきます。よし。ああ、あっ、あっ、うん、にゃー、うん、やっぱ独特の酸っぱさ。うんうん、麦焼酎、うん、きますね。あと、うん、なんか若干酸っぱみがあるね。焼酎、氷、コーツ、混合、はあはあ、炭酸に、やっぱ酸味料がちょっと入ってますね。うん、お、アサヒビールさんでございますね。アフターがね、ダメですね、僕。あ、そうですか。あ、このね、麦焼酎感でしょ。麦焼酎好きな人は全然飲みやすいと思いますよ、さっぱりで。僕は結構いいなと思っちゃいますね、これ。ほう。うん。うん。いい。飲める。美味しい。じゃあ次いきます。はい。飲んでください。はい。はい、次でございます。デイエン。デイエン。デイエンです。はい、皆さんご存知だと思いますね。デイエンっていう焼酎がございますが。大体なんか田舎のじいさんになんかね。ああ、そうね。ね、贈答品持ってくっつったら田園選んどけば間違いねえんだよ。間違いない。はい。長期樽貯蔵酒使用ということで。うん、せっこっちに連れてくるのが大変なんですよ。バーテンダーの技でね。あ、でも香りは血の方がでも麦感はがっつりきてるよ。ウイスキーに近いよ。ああ、近い、確かに、うん、やっぱ樽熟の部分でそうなるのかな。うん、なんか焦げた樽の匂いって感じなのかな、うん、そうですね。麦焼酎、大麦、うん、オーストラリア産、うん、あと米麹だったりとか大麦麹だったりとかですね、うん、シンプルですね、うん、はい、では味をいきますか。いただきます。あ、なんだこれ。あれ、ちょっと粉っぽいな。粉っぽいですね。この粉っぽさで樽なんだね。じゃあそう考えると樽由来なのかね。樽由来なんじゃない。すげえ酔っ払ってきたかも。でもニューポットにも通ずるよ。そこのでもね、すっきりしてるというか、うん、芋焼酎とかそういうものの感じの癖はないじゃないですか。そうですね。だから麦系は飲みやすいかなと思いますけどね。僕はあの後を引く感じ、飲んでるそばから二日酔いの味わいみたいな。わかります？わかりません？わかります？僕いい印象ねえな、それ。辛い印象しかない。そう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 。飲んでるそばから次の日の朝なんですよ。焼酎ってどんなイメージなの。いや、でもそんな焼酎にトラウマとかないんですけどね。うん、まあ僕はやっぱ麦好きかな。うまいっすね。
なんか俺、家飲みするんだったら、ちょっとこの辺買っちゃうかもしれない。缶チューハイ、普通のレモンのなんちゃらみたいな。はいはいはい、はい。じゃなくて、こっちの方が。まあ、確かに確かに。うん、まだいいかなと思っちゃいますね、僕は。じゃあ飲みましょう。焼酎系だったら僕、ウーロンハイ売ってるじゃないですか。あ、ウーロンハイあるね。あれめっちゃうまいんすよ。僕あのウーロンハイ好きで。あ、そうなんだ。よく飲みます。おー。はい、いきます。八海さん。よろしく、千万アルメシ。焼酎ハイボール 8% ドライレモンと書いてありますので、レモン入っておりますな、これは。ほう。今がスピリッツって書いてあります。おや米焼酎、レモン果汁、炭酸という感じでございます。はい、うん、米焼酎はどうなんですか？麦、米、芋の順で、より二日酔い度が高まっていく。じゃあ、この辺にしときましょうか。あー、すいません。ほら。レモンなんだよね。レモン入ってますね。米焼酎のレモン。はい。はい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 、はい。ボリャンとすんね。米ですね、これ。うん、米の香り、甘み、それにレモンがほわんとかかってくるので。これはマッチしてないね。マッチしてない。なんとも言えない。ミスマッチだね、これね。うん、なんかもう若かりし頃に何を思ったか日本酒を割っちゃったやつ。夏のですね、苔の生えたプールみたいな。そんな匂い。ひど。たとえひど。あなただって二日酔いとか言ってんだ。さっぱりもしてないんだよな。そうなんですよ。もたっとしてますよね、香りは。やっとこれから掃除するぞっていうプールなんですよね。若干塩素入れ始めましたよね。唐揚げのレモンとかを食った時の次の日ですよ。なんで全部次の日なんだよ。はい、いただきます。あ、胃酸の味。うん、これはね、僕ありますよ。ん？胃酸です。かぶしてきた。すごいね。うーってなった時の。それこそ次の日。そうそうそう。これは、あ、これなんかシャキシャキした。これは良くない。いやー、これはなんだろう。あまり否定したくないのよ。僕らだってあまり否定したくないんですよ。ちょっと酸っぱい。酸味強すぎちゃってんのがね、これ、ね、甘さが欲しいのかな、これ。いらないと思うんだよ、やっぱりレモンさ。で、甘い系にレモンってダメよ。ダメですね、うん、バーボン系にレモンダメなのと一緒でかなと思っちゃいますね。コアントローとか入れたら美味しいよ。うん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 、確かにね。若干それでね、甘さ出す、甘さ出して自然な甘さプラス謎の酸味みたいなのが来ちゃってるんですよね、うん。手っ取り早く言うんだったら胃酸。あとね、ビタミン C の錠剤とかで噛んでくる。ああ、わかるわかるわかる。あれ感じよね。はいはいはい、はい。なんかもう酸っぱ苦いというかさ。うんうんうん。飲みます。いただきましょう。はい。よろしく、千万アルメシ。焼酎ハイボール 12%。はい。ですね。12% ですからね。ああ、これもレモン入っとるわ。ベースは？ベースは米焼酎。ああ。はい、国内製造、うん、果汁がレモンと柚子、蜂蜜、うん、加糖ぶどう糖ということで、あれ、さっきよりだいぶ甘さ増し増しですね。ですね。こっちはね、なんか甘みは入れてなかったんですけど、こっちはなんか入れとりますわ。アルコールの強さを甘さでごまかしに来てるって感じですかね。どうなんでしょう。いきますよ。はい。半分こだ。しんどいから。俺もうさっきのね、ちょっと気持ち悪いんだ。はい。あたす。はい。いい色はしてますよね。うん。なんか、コアントロトニックみたいな。そうだね。もう完全にコアントロトニックの色です。あ、柚子が効いてる。うん。でもやっぱ米の感じとこの酸っぱみはどうなんじゃろうか。いやでもその、青缶？はいはいはい。青缶？青缶。あ。違う言い方だ。青いラベル。はい。青い缶。青。酔っ払いだよ。ただの酔っ払いのやつになってんだよ。こんなことで視聴者笑ってねえから。俺たちだけだよ、今笑って。そっか、青い缶なんだ。全然面白くない、多分調べてみたら。確かに。なんでこんな笑ってたんだろうってなる。そうですね、うん、そのね、ちょっと笑っちゃいけないよ。ちょっと笑っちゃいけないよ。さっきのね、その一個前の、この前に飲んだ青い缶のやつ、これに比べたら米焼酎由来の甘くてもったりしたぬたーっていう感じは限りなく少ないです、うん、この 12% 白い方は、白缶は。白缶ね。白缶は、はい、白缶、はい、白缶お城でってことか。
ャッスル、キャッスル、キャッスル、キャッスルでハッスルよ。次行きましょう。はーい。はい、足行きます。行きます。おう。後味なんのはってなってるんです。あ、でもこれ好きな方は好きなんでしょうね。もう好きかもね。そうね。どうしてもウイスキーばっかり慣れちゃってるもんだから、はいはい、この手の余韻は得意じゃないんですよね。ああ、そういうことか。あ、確かに。日本酒にしろ焼酎にしろ結構この後に続く重たい甘苦い感じって続くじゃないですか。日本酒とか僕好きなんですよ。おお。よう飲むんですけど、うん、もうどっか旅行きゃもう何かと日本酒なんですけど、それよりももったりしてるな。普通の日本酒よりもったり感が強いというか、缶に入っちゃってるからなんかね。あとレモンを足したことによりその部分が際立って表現されてるとか、気がついちゃうというか、そういう感じはあるかもしれないです。確かに組み合わせとしてはさ、日本酒と例えば柚子だったりとかって、なんか食べ物とこう合わせるんだとすごいいいかもしれないんですけど、なんでかこう混ぜるとね、氷を入れて超キンキン、ああ確かにね、にすれば、多分この2本はそこまで気にならないと思うんですけど、そうだね、冷蔵庫出して氷なしで飲んでると、缶から直で飲むっていうことを想定すると、あーってなるっすね。ちょっと大変かも。慣れてない人は大変ですよね。うん、そうですね。今日は、どれが良かったですか？え？どれが良かったですか？この中で。どんな感じ？こんな、田園かな？田園。選ぶんだったら田園かな？なるほどね。僕は麦は、この2本は良かったですよ。麦焼酎好きな方とか、さっぱりしてるものがいいなって方はこれでいいかなと思いますね。普通に缶チューハイね、レモン缶チューハイがちょっとこうしつこくなってきたなとかね、飲んでて飽きちゃったなって方はこういうの飲んでみるといいかなと思います、はいって感じでございました。はい、はい、というわけでじゃあ今日はこの辺でまた。ありがとうございました。ありがとうございました。暑いね。さっきまで涼しかったのに、ね、そうだよ、今日涼しいのにね。声張ると暑いんですね、やっぱり。あ、声張ると声張ってるんで、それ暑いっす。声張って飲んでっから。そう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 。あ、なるほどね。だって普段のボリュームで喋ったらこんなんすよ。確かにこんな感じだよ。こんな感じでもう。こんな感じで。もう、岩ちゃんなんてもう、ささやきだ。ささなみ、ささなみ。あ、すごい。おっぱいですね、みたいな。こんな感じで。え？なんて言った今。わかんない。12% なんだね。12% 感はないけどね。あ、確かにね。あと1回で終わりです。おこの、長く続いた。やりましたね。ハイボールシリーズ。何本撮りました？ 6 本じゃないですか。あー、5本撮ったんだよね。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、あ。今回で。次ラスト。うん。徐々に飲めるようになってきて。あ、もう慣れてきちゃうんでしょうね。うん。なんかショートカクテルみたいな感じなんですよ。そうなの。イメージ的には、うん、ショート、そうショートなんですよ。ショートの味なんですよこいつ。そうなの。コリンズでこうやって出てきたらキツってなるっすよ。でもホワイトレディーみたいなもんだ、ね。ああ確かに似てるね。ね。うん。なんだそんなばっかりになってきたな。この前なんだっけ？なんか今回なんかサイレントサードがいるね。感じを入れてましたから、ね、甘いやつ、ウイスキーのやつね。ウイスキーのやつで今回はなんかホワイトレディのソーダ割りすっげえすっげえ逃げジン使ったジンフィズみたいになっちゃった。あわかりません。とてつもないジン使ってるジンフィズ。もしかレモンも、あ、キュッて言った。お前しないしないしないとか言ったらみたいな。レモンガーンって言った時にすごい白い白いとか多いレモン言ってるみたいな。なんでそこ落とさなかったんですかっていうレモンを言ってる。ジンフィズ、ジンは一切ないはずなんですけどね。ユズなんでしょうね。あ、そうだね。このジンっぽさって。あ、確かに確かに。うん、ジンフィズだったんだ。ジンフィズじゃないけどね。あれですよ、ほら。米系のジンあったでしょ。あったね。米系のジンで。これ、ジンフィズ作ると。ジンフィズ作ると、きっとこんなになるんじゃない？だって米系のジンでさ、米焼酎や。確かに。ボタニカルとかなんや入れてるから、あれになるんだろうけど。米焼酎です。まあ、ほぼ米焼酎。度数がちょっと高いかなってこと。そうですね、はい。新しい発見でしたね。うん、そうなってきちゃうんだろうね。ああ、まあね。蒸留してますからね。そう。
YouTube をご覧いただいてありがとうございます。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。